Bonjour à tous et à toutes, c'est KirityTokenai064 et on est là pour la suite de votre let's play sur Axelworld versus Sword Art Online Millennium Twilight. Alors, notre copain Ashroller déjà, on va le changer, on va remettre Kirito à la place. On va peut-être le garder dans l'équipe, cela dit. Et peut-être changer Black Lotus. J'hésite à mettre Crow peut-être. Ouais. Voyons, l'équipe ça serait Kirito, Crow, Ashroller. Ouais, c'est pas trop mal encore. Oh. Ah, il y a trop de monde, mais on va faire comme ça. Ouais. On change pas nos plans. Et on s'était arrêté. On avait récupéré. Filia. C'est ça, on avait récupéré Filia à Flowshield, à Flowshield de l'anneau de glace, et là je sais pas du tout qu'est-ce qu'on doit faire. その様子とはクローンにかなりのゲーマーみたいだ。いや、ついつい夢中になっちゃって。そういう人たちは実はかなりのですよね。プレイヤーに関する。すごく突っ込んだ質問をしてきますし。いや、当然だろ。できる僕なら実際にやってみたいくらいだ。さすがキリトさん。僕バンバン質問しますから。キリトさんも何でも聞いてくださいね。もちろんだ。 En voilà deux qui se sont bien trouvés. Ouais, mais il n'y a pas de marqueur à Flowshield non plus, donc je suis un peu perdu. Bon, pas du tout ce que je dois faire. Il n'y a rien à Woglind, il n'y a rien à Flowshield, j'ai rien vu en ville. C'est officiel, on est perdu. Pas de marqueur de quête nulle part. C'est quoi ce jeu? On est perdu. ここも悪くない世界だが、あの世紀末ステージこそが 俺たちのソウルフィールドだぜ。アッシュさん、お前と俺様の足黒戦の決着を待ってるギャラリーたちを忘れちまったのか。おう、世紀末ステージよ。全速前進で俺様カムバックトゥーミー。あの、私のもとに帰ってきてって意味になっちゃいます。マジリアリ。マジリアリ。よし。 世紀末ステージの次の対戦じゃ、クールにお前をヘルタウンだぜ。何言ってるのかよくわかりませんが、望むところデスマッチ。Come on, night on the car. Il est bizarre cet Ashroller. Bon, on va trouver où est-ce qu'on doit aller. Ouais, bah je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ça n'a pas l'air d'être par là non plus.
Ben, j'arrive pas à le gérer lui encore non plus. Ben, H-Roller, il est galère à jouer. Ah, j'ai trouvé klaxon. Attends, et laisse-moi le Kirito. Voilà. En même temps, la moto dans un donjon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce que je voulais faire. Il a des techniques stylées, mais c'est trop la galère à jouer. On se pousse. On se pousse. Le pire, c'est que quand je les tape comme ça, ça fait du one-shot. Oh, le boulet. Oh ben c'est bon, c'est officiel, je suis coincé. C'est pas vrai. On va fouiller la ville encore, mais... De toute façon, il n'y a pas 36 lieux. Il y a la ville, il y a Woglind, il y a Flowshield. L'équipe de l'épéiste noir est carrément balèze. Elle va finir ce jeu en moins de 2. Entièrement d'accord. Ah, 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 ah. Il y a Yuki ici. Est-ce que ça serait... Je crois qu'on a trouvé la suite. ユキもまだダイブしていたのか。というか久しぶりに見たけど、大丈夫なのか。残ってるはずの仲間リストにはいなかった人ですよね。なあ、あいつはちょっと病気で今入院してるんだ。時々許可が下りては ALOに だいぶしたいたのか。検査は終わったの。結果はどうだったの。もうアスナったら出会い頭になんなのさ。まるでお母さんみたいだよ。お母さん、そんな私ユウキのお母さんじゃないもん。あんたそこでなんで照れてるのよ。でも本当に大丈夫なのか。 今の状況分かってるだろう。ああ、うん。緊急メンテの連絡だよね。もちろん気づいてるよ。何か途方もないことが起きてるんだよね。ああ、ということなんだ。ユイちゃんが封印されたなんて。アスナ、大丈夫。そんな顔しないで。 僕はこれまでアスナたちに助けられてきた。今度は僕が力を貸す番だよ。でもユウキ、体は本当に今ダイブし続けるのは安全だとは言えない状況だから。僕はむしろみんなよりも安全だよ。調子が悪くなったら自動的にログアウトされるようになってるからさ。それに検査の結果は良好だったんだ。だから今は アスナたちのために全力を尽くすよ。ありがとう、ユウキ。一つ質問なのです。ん？何？ユウキさんは性格的に、たとえ体の調子が悪くても、こんな時は必ず検査の結果は良好というタイプだと感じました。大事な人のために 自分を犠牲にしても戦える人、素晴らしいと思います。強い人だと思います。ただそのせいで本当にその人自身が失われて、周りの人を悲しませるのは。ああ、私も大事な人に守られ、そしてその人は去ってしまいました。なのでユウキさん、 もう一度聞かせてくれますか？検査の結果はどうだったのですか？ユウキ、アスナはさ、何度も病院に来てくれてるから、僕の症状にもかなり詳しいよね。
倉橋先生に仲間たちに見せるための簡単なカルテを画像データにしてストレージに入れてもらっておいたんだ。だからほら、これ見て。すごい、これまでで一番良好な状態じゃない。ユウキ、よかったね。アスナありがとう。取り越し苦労だったようなのです。ユウキさん、出会ったばかりで失礼なことを言いました。ごめんなさい。なのです。ううん、ウタイちゃんだっけ。こちらこそありがとう。確かに僕は症状が悪い時でも嘘を言っちゃうタイプなんだと思う。でも君に言われてハッとさせられたよ。これからは気をつけるね。はい、なのです。時間がない中で申し訳ないんだけどさ、一つだけお願いいいかな。どうしたの？しばらくダイブしてなかったからちょっとリハビリをしたいんだ。 PVP してもいいかな？勘を取り戻さないとね。頼もしい限りだな。じゃあ勇気の復帰祝いも兼ねて少し体を動かすとするか。うん、闘技場で待ってるから準備ができたら来てね。Eh bien, allons faire un petit duel contre Yuki. C'est parti.氷山フィールドも大体探索し尽くしたしな。他に行けるところは。すごいくしゃみだ。おお、すまねえな。長時間氷山にいたせいか、体の芯が冷えちまってよ。私も少し寒いのです。ういうい、大丈夫？ウタイはアーダーメイデン、エール王への適合だとクラインと同じようなサラマンダーの特性が出るのかもしれんな。おい黒いの、適合ってどういうこと？我々はブレインバーストのルールに基づいてこれまで戦ってきたが、このエール王ではその仕様がいくつか異なっている。なるほど。バーストポイントの扱いや必殺技やアビリティがスキルに統一されていること、このアバター変更機能もそうですね。そうだ。だから寒さに弱いサラマンダーの特性などもゲーム性の適合によって引き継いでいるバーストリンカーがいてもおかしくない。アクション！クラインさん、おじさんもくしゃみなのです。うい、うい、ああ大丈夫かしら。はい、なんとか。それよりもこれからどうするか考えるのです。じっとしてても仕方ないよ。動き回って体を温めよう。冒険の基本は情報収集ってね。 Bon, ce petit duel face à Yuki était bien sympa. Bon, c'est quoi la suite du programme? Bien sûr, il n'y a pas de marqueur. On va aller checker le café d'Issée, on sait jamais. Hein.
souvent par là le départ de nouvelles aventures. Donc, est-ce que je mets Yuki dans l'équipe? Je me tâte. Parce que Ashroller, il est bien sympa, mais il m'agace. Allez, on groupe. Asuna. Asuna, je m'en sers pas non plus, faut dire. Elle est là. Et Black Lotus, on touche pas. Bon, elle est pas mal, cette équipe. Allez. Allez, allez, allez. Par où on va? Allez, allez, allez. 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 Je crois qu'il me faut Asuna pour faire cette quête. Pom, 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 pom. Ouais, c'est ça, une fois Asuna, je peux pas. Là, on a la suite de la quête principale, donc. Ah, je me tâte. On va faire la suite de la quête principale, ou tout du moins, on va démarrer gentiment. Alors, épisode 8, instigation. Le groupe fonce en mission de sauvetage en apprenant que Yellow Radio retient une amie d'Ariyuki et de Neige Noire en otage. あら、可愛い冒険者さん。私のタイプだわ。そんなにびっくりしないで。あなたたちのことはマスターからよく聞くわ。私は攻略ギルドサンタマリアでリーダーやってるマリア。以後よろしくね。 お近づきの印に耳寄りな情報を教えてあげる。氷山フィールドの中央に神殿風のダンジョンがあるでしょ？あそこ、入り口に幻惑みたいな術がかかってて中に入れないんだけど、黄色いピエロみたいなアバターが出入りしてるって噂もあるのよ。幻惑とピエロ。 どんなクエストが隠れてるのかしらね。さすがにトップランカーたちはこの状況を楽しんでるな。へえ、そんなにすごいギルドなのか。ええ、ヤッコさんたち店によく集まってるから時々話を聞いてみるといいさ。そうだな。 幻惑、黄色いピエロ、これはやつと見ていいか。だろうな。本物か偽物かはまだ分かんねえけどな。何を言ってるんだ。我ら殉職の七王の一人、キノオ、イエローレディオというバーストリンカーがいるんだ。さっきの話のやつと性能や容姿が似てるんだよな。 あれ、そいつの名前ってブレインバースト側の仲間リストにはなかったよな。あやつは王であるにもかかわらず姑息な手を使うバーストリンカーの風上にも置けない男だからな。じゃあ本物だろうと偽物だろうと特に会う必要もないってことか。まあそういうこった。がどちらにしろ放っておくくらいなら 先にぶったたいておいた方がいいかもな。なんでだ。向こうから攻め込まれたら厄介だからだよ。仮にも王の一人だからな。協力なんてこっちから願い下げだし、敵対するにもさっさと退場してもらった方がいい。そんなに厄介なのか。ああ、奴は王の中でも特に策略家で。 ニコ、話を終わってすまない。どうしたパド？町の入り口が騒がしい。行ってきても。もちろんそれはいいけど、何があったんだ？見慣れないプレイヤーが町に入ってきたそう。話を聞く限り、大柄の青いデュエルアバターらしい。あ、まさかタク？ Eh bien, on ira voir Taku dans le prochain épisode. On va s'arrêter là pour cette fois. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao !